懲罰貿易やないんか、副所長さん。なぜ手を出した？なぜ手を出したと聞いているんだ。おかしなこと聞くんやな。こないだはなんで手出さへんのか聞いてきたばっかりやないか。これはお前の仮釈放申請書だ。数日前から私が進めていた。なんで？あんた組の人間は思って出さんって言うてたやないか。一週間前に所長宛に届けられたハガキだ。東条会がお前を破門するという旨が書かれた破門状だ。刑務所は更生施設。罪を犯した人間を更生させるのが本来の目的だ。罪に対して十分な更生を態度で示した服役囚には刑期の軽減措置が図られる。仮釈放もその一つだ。通常服役囚が極道関係者の場合、更生を示す最も有効な手立てが組を辞めるということ。つまり今回のケースもそれにあたる。お前、ここを出たら東条会の若頭を襲名する予定だったんだろう。2年前、お前がここに移送されてくる際、警察関係者から申し送りがあった。そのことが他の囚人にバレないよう配慮してくれとな。傷害罪で3年、お前ほどの大物がこの手の軽微な罪状で服役する場合の理由は2つだ。敵対する第三者にはめられたりなどして現場不在を余儀なくされた場合、もしくは逆に自ら身を洗い組織の万全を期すため。釘原に暴行を受けても手を出さなかったのは身を洗い一刻も早く組織に戻るためだよな。もう破門の身へ関係ない。今回のことは不問に付す。組を辞めたお前がもうここで無駄に苦しむ必要もないだろう。どうした、泣いてるのか。アホらしい。気持ちはわかる。ここで過ごした日々が無駄になってしまったんだからな。だがそんなんじゃう。俺はつくづく自分が情けない。え、どこに行く。おい高坂、仮釈放の件辞退させてもらいます。なんだと。破門されて初めて分かった。俺はヤクザを続けたかったんやない。ただ自分が信じた奴らと一緒に降りたかっただけなんや。もともとどの組織におるとか若頭になるとかどうでもええんや。今はちゃんと罪償うてここ出られりゃそんだけでええ。冴島、冴島の兄貴。冴島さん、その様子やと濡れ衣無事晴れたようやな。本当に本当にありがとうございました。俺、本当になんて言ったらいいか。礼はええ。それより仮釈放の方はどうなったんや。認められました。副所長が通してくれたようです。そうか。それにしても冴島、随分と早く帰ってきたな。あれだけの騒ぎを起こして懲罰貿易じゃなかったのか。俺も不問にされたんや。
あの高坂いう男にね。高坂が？ババちゃんの件といい、冴島さんの件といい、いつからあいつそんなに寛大になったんですか？波紋のせい。波紋？それってまさか、あんた組を追われたってことじゃ。そのまさかや。兄貴、波紋って、そんな、何があったんです？理由はわからんけど、破門されたこと自体はどうでもええ。それより何だ？嫌な予感がするんや。配達です。はい。これってん？どうした日村？これって冴島さんがいた組のことですよね？東上会最高幹部真島五郎氏死亡って、兄貴これ。あんたの波紋ってのもこの事件が関係してるのか？兄貴、嘘や。この犬断るわけない。冴島さん、こんな時間に何を騒いでいる？余暇時間中とはいえ静粛に。これ以上騒げば減点対象とするぞ。すみません。冴島、馬場。あ、はい。先日お前らが行った刑務作業の件で話がある。二人とも棒から出ろ。あ、わかりました。冴島、お前もだ。早く立て。兄貴。呼び出したのはあんたか、副署長。嘘の理由まで作って来ないな場所を呼び出して、一体何の話？副署長室では第三者に話が聞かれる可能性もあるからな。安全のためだ。我慢してくれ。どういうことです？説明してください。実は冴島の仮釈放申請が却下された。え？却下って、どうして？私にもわからない。通常仮釈放の申請は施設のある地方更生保護委員会が審理し決定されるものなんだが、今回はさらにその上、法務省から直接圧力がかかったようだ。法務省って、そんな。冴島は全国の警察関係者もマークする裏社会の大物だ。東上会ほどの大組織の最高幹部が仮釈放されるとあれば、法務省が口出ししてくることも考えられるが。話言うんはそれだけか？ん？さっきも言うたはずや。俺は仮釈放を申請するつもりはない。それに馬場ちゃんはこのことに何の関係もないはずや。俺はすぐにでも調べなあかんことがあるんや。真島五郎のことだな。真島？真島って確かさっき新聞に載ってた人の名前。真島五郎、東上会射程頭直系真島組組長、構成員数千人を超える組内最大の勢力真島組の組長であり、冴島大河の唯一無二の兄弟分。そうだったな。え？じゃあ、あの殺された人っていうのは兄貴の親友？そう。そしてその真島を殺したと目されているのが札幌北方組の組長、北方泰造だ。北方組？警察関係者の話によれば、
真島は東条会会長の命を受け、北方組を傘下に収めるべく札幌へとやってきていたらしい。そして組長の北方との会合中に撃たれて死んだそうだ。どうしてお前がここに呼ばれたのかわかるな、ババ。はい。なんなんや、ババチュン。北方組は前に俺がいた組です。なんやて。場所を移した方が良さそうだ。そうだな、資材置き場で待っててくれ。私もすぐに向かう。一緒にいるのを見られるのは避けたい。エンク、この隙に何するかわからへんぞ。お前も話の続きを聞きたいだろう。冗談に付き合っている暇はない。いいな。わかった。あの、兄貴。ババジュン、今は副所長の言うこと聞いとこう。話はそれからや。はい。待たせたな。でさっきの話やが、ババちゃんが真島をやったっちゅう北方組の人間やっちゅうのはほんまか。ええ、そうです。でも香坂さん、俺が北方組の人間だったとして、シャバの事件とは関係が。そんなことは分かっている。私が気にしているのはお前らの身の安全だ。安全って一体どういうことですか。どうも引っかかるんだ。今回の一件、あらかじめ全てが仕組まれていたことのように感じる。どういうことや。半年前に集団で入所してきたあの国原のグループ、それと共に始まった佐江島への暴行、連中の目的はお前の刑期延長だった。そこに来て波紋の話、仮釈放の手続きを私が進めた途端、国原たちは手口を変え、馬場を罠にはめることで佐江島の仮釈放が取り消されるよう仕組んできた。なぜそこまでしてお前の刑期を延長する必要がある。佐江島の兄貴に復讐させないためですか。その可能性はある。もしかしたら国原たちは事前に真島が殺されるということを知らされていて、佐江島がここから出て北方組に復讐できないよう足止め役として送り込まれた人間なのかもしれない。確かに北方組は大きな組です。でも囚人を送り込めたとしても、法務省に圧力をかけるような力があるとはとても。ああ、そうだ。もし法務省に手を回すことができるとすれば、そんな組織は二つしか存在しない。一つは関西の近江連合、それにもう一つは。そうか。つまり釘原たちは東条会の息がかかった連中ちゅうことか。え？ああ、もしこの推測が当たっているとしたら、話の規模からしてそう考えるのが妥当だろうな。ちょっと何言ってるんですか。なんで東条会が身内の人間にそんなことをする必要があるんですか。裏切り者がおるっちゅうことや、東条会の内部にな。裏切り。佐江島は2年前この刑務所に入るとき、刑期を終えたら東条会の若頭に就任する予定になっていたんだ。兄貴が若頭。とにかく東条会はどうにかして佐江島の力を封じ込める必要があったんだろう。まさかそれで波紋を。しかし、ただ破門しただけでは逆に刑期短縮、仮釈放が許可される可能性が高まる。だから法務省にまで手を回し、今度は仮釈放の申請を却下した。この網走に佐江島大河という力を封じ込めるためにな。おそらくそういうことだろう。持っていけ。
これはさっきいた運動場の一番奥、南西の門。その裏にスノーモービルが止めてある。その鍵だ。どういうことや。脱獄しろ、ここから。何やと。ついさっきうちの所長が死んだ。死因は調査中だが他殺の線が濃厚なようだ。なんで所長が。所長は佐江島の仮釈放が却下された理由を聞くため東京に向かう途中だった。だが札幌空港でタクシーから降りたところ何者かに襲撃されたらしい。それだけじゃない。今日の午後には新たに100名近くの服役囚が移送されてくる。通常では考えられない数字だ。おそらく何かの目的があって移送されてきた人間に違いない。それって兄貴を殺すための資格ってことじゃ。事態は我々が考えるより大きくなっているんだ。このままでは確実に佐江島、それにこの件に関わった馬場も殺されることになるだろう。そうなる前に何としてもこの危機を回避しなくてはならない。せやけどこないなことを許したらあんたの身も。覚悟の上だ。私は職を辞すことに後悔はない。それよりもこの刑務所が更生を促すための施設であり続けることの方が重要だ。高坂、佐江島さん、それに馬場さん、もうあなた方は囚人ではありません。あなたたちは十分に罪を償った。これ以上私がここであなたたちに更生を促す必要はない。ここから出て本当の敵、所長を葬った真の敵を見つけてください。深夜同房の囚人が眠ったのを確認したら棒を出てください。刑務官に命じて鍵は開けさせておきます。署内を出たらそのままグラウンドを突っ切って南西門から脱出してください。その時間なら釘原たち、他の囚人たちの妨害にも合わないで済むでしょう。分かった。最後に一つだけ約束してください。何や。もし犯人を見つけることができたら、その時は決して殺さず必ずその男を生かして刑務所に送ってやってください。そこから先は私たちの仕事ですから。約束する。お願いします。で、何だったんです、副署長の話ってのは。別に大した話じゃなかったですよ。仮釈放の申請を改めてするって話でね、兄貴。ああ、そっか、二人揃って仮釈放か。寂しくなるな。で、佐江島さん、ここ出たらどこ行くんです。月見野に行って例の兄弟分を殺した男を探すとか。ま、そうなるやろな。それじゃあ佐江島さんとはまた近々会えるかもしれませんね。なんで。だってほら、それって復讐しに行くってことでしょ。殺人罪でまたここに戻ってきちゃったりして。おい日村、縁起でもねえこと言うもんじゃねえぞ。そうですよ、佐江島の兄貴がそんなことするわけないじゃないですか。でもあの殺された人、佐江島さんの親友なんでしょ。佐江島さんの性格からして黙っておけるわけないんじゃないかと思って。あれ、怒っちゃいました。別にいいよ、そう思うんが普通やろからな。せやけど俺は復讐はせえへん。俺自身は兄弟を殺した北方っちゅう男に直接恨みがあるわけやないんやからな。じゃあ何のためにそいつを探すんです。俺は知りたいだけなんや。兄弟を殺した男がどんなやつなんか直接お手話が聞きたい。話してどうするんです。警察に突き出すとか。別に何もせえへんと思う。
はあ？何ですかそれ。俺は聞きたいんや。この世で一番強いと思っとったあの兄弟がなんて言うて死んでいったんかもな。それが北方の口から聞ければそれでいい。それで兄弟を殺した相手の恨みは消えるんすか？もしほんまに兄弟が殺されたんやったら、それは弱なった兄弟のせい、殺した奴のせいやない。人に命取られるようなやわな奴になってしもたんか、それか犯人がもっと強い奴やったんか、どっちかい。なんか深いんだが浅いんだが、よくわかんねえ考え方すね。まだ俺は兄弟が死んだとは信じられへん。せやからそれを確かめたい。それだけ。俺の勝ちや。飽きたね。最後に2で革命って。札幌のローカルルールじゃそれなしなんすよ。ずるいね。それじゃ冴島さんと馬場ちゃんとこうしていられんのも残りわずかっちゅうことで、例のあれやってきますか。ん？例のってあの妄想ゲームか？でもあれゲームっていうか日村さんの武勇伝だからな。どうです冴島さん、いいでしょ今夜くらい。そうやな、またおもろい妄想させてもらうかな。それじゃ行きますよ。まずは始めようか。
世話になったな。行きましょう。さんの言った通りっすね。でもマジで寂しくなりますね。まあな。そんなことより、あとは今日移送されてきた囚人たちが動き出さなきゃいいんだがな。まそん時はそん時でしょ。大丈夫、きっとあの二人ならそれでも逃げ出せますって。